出てきてください。さあビートは同じです。参ります。先行クレイジー高校レオンで行います。レディーファイン。まずはソンボイ天下一キラー、大阪から横浜殺しに来た来たキラー、中2章バッチリ試合盛り上げてくぜ、ワクな MC は黙ってちょうだい、今日ヤバめホットなハーレム状態からぶち上げてく、横浜からのことを聞かせてよ。今日はさ全国横浜関西のクソ野郎クー、 Yeah 俺の方がドープ、どうだこのクソなラッパー聞き取れねえな、俺の方がティーニーだ、見ときな、お前はそこら辺で天然だ、 Yeah 俺の方見ときな、いつでもチェックしとけよ、ハマゼロよ、ゴーリーム開発がこの程度のラップじゃそれは落ちぶれたもんやわ、そういうことだぜ、ラップはうまいけどなんつうかな、聞き取りにくい、もうちょいフローとか緩急つけてやってちょうだいな、白昼堂々出よう、百獣の王を殺せ、調子どうですかと言われてる八分スルー、スルーっていうのはこうやる、分かってます、それがスルーパス、すくうくまる、君はここでうずうくまる、残念終わりだね、千葉県九十九里スムーズに、まるでブルースリーみたいにかましてやる戦法、ライブこの剣道、挑戦状はちゃんとやるんで、剣道かしんばりに腕式逆十字固めだな、腕式逆十字固め、プロレスなら三沢のエメラルドフローチョン、まるでそう落としていく、エルボー出していくエクボー、なんか見せ俺のテクを、どこまでか待ちば0436田舎町よ、お前は本当に怒らない、全然怒らない、チェックのシャツ、こいつは勝利を全部逃す、ただのカス、オーケー、ちゃんとかわすよ、このエルボーをはっきり言っとくよ、デクノボー、ブルックリンネッツ、いや関係ないね、ブルックリンネッツの帽子じゃない、クジュックリンネッツ、レッツゴー、かましてやるよ、お調子者なんて言ってる、小僧寿司チェーンみたいなラップしてんじゃねえ、ヘイヘイとか乗っちゃうね、このスタイル、いや俺ブッダブランドで歌いたかった、終了。一言目なんて言おうかずっと考えてた、でも今わかった、俺がただ今だからお帰りで返せ、ケイリー別に何も言うことなんてさらさらねえけど、楽しいバトルがしたいだけで、人にやるだけやっちまいましょうよ、楽しくやって楽しくやって、せいぜいさよなら、俺はラッパー、言いたいことがたくさんあるけど、お前には少しだけ、あごくわずか、君の勝つ可能性、それだけ持って帰ればいいよ、俺はこういうスタンス、高校でも余裕でかましと、君のラップは高校でも余裕とか、高校の方が有利じゃねえかよ、当たり前のこと言ってんじゃねえ、バトルの常識教えてあげるよ、簡単な話一括に、ジョーはアイドルだから適当にやるだけでも勝つと、このフローだけでどうせできない、リズムキープダメ、フローダメ、ライムダメ、見た目ダメ、目ダメ、全体的にダメ、そういうやつ俺余裕ではめる、ステージじゃなくて画面の端っこ、ガエルみたいにショーパンチョレンダー、こいつをやっつけて上に上がる俺は、BQNTES キックパス、新たな空気作るニュージェネレーション、空気を捨て吐くかのごとく、お前の首をかぶだけ出せ、頭と体からどんどん浸透していく、ドクドクドクフルどこまで突破していくか、無名が取る、yeah. 10万円で今日テレビを飛ばして空気なじわく、俺がスッ吐き出していく、でそう空気変えていく、アマテンシでビートで作るってベース、yeah. そういうとこだけ GAWN 知ってんかもね、お前のアナルに粘土を濃く、お前は終わりエンドロール、ただただ裏声使うだけなら、そんなもんはラップって言わねえんじゃねえかなって掘れば思うから、まあそうただのモノマネ、軸がぶれた瞬間お見事だね、俺のラップ聞いちゃっていい影響受けたね、でも一発ケイボーしていくだけ、思考停止のカウンそこらで排除、チコくんさっきトイレね、あったね、ドア開けてくれてありがとう、だけど今日はステージの上だ、この場でバチバチにやり合おう、まるで君は飯使い、もしくは俺に作ってよエビフライ、もしくは沖縄料理、もちろん俺のビートの乗り方調子いい、調子いいと書いてる、合わせる超ジリーマジ無理、お前の言葉いや俺誰にでも優しいから勘違いすんな、食べる仲良しユーモア、世にも続けてるプーマン、ウータンクーラー聞き直しね、ヒップホップローカルハーレムの上、ビーボーイ誰
優しいようなやつがモテると思うんじゃないぞ。そんなんじゃ全然ダメだぜ。お前の気持ち伝わらないし、何誰にでも優しい。うーたんぶーたん適当な韻ばかり並べて、ひらがなでユーマーに勝てると思うんじゃないぞ。ユーマー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 、何回言えばいいんすかね。別に俺 B-boy に優しい、でも女の子にもっと優しい。カットインフロー飛ばしてこう、このビート乗りこなしてないぞ。マイフロー才能解放、探偵の上の語りやパラナンバーワー終了。シーネをたぎ出せ、握った MYC MYZ 系のクソ田舎をレペゼン。ファイナルと共に脳内も回転してる。アンチサイも信者に書いてみせる。なりあいや小手先の言葉なら響かねえ。マイクだけで嘘はつかず、悪がままに歌うぜ。絶対負けられねえ理由がここにあるぜ。戦国俺がぶち上げに来たぜ。所詮の愛とはガドロー、せっかくのビートでちゃんと遊ぼう。悔しいならジャブれ俺のあそこ、変態出ししてそうだね。カトロー4戦国ビート幼稚園児、お前のスキルまるで幼稚園児。ダサいキャップ俺が見せつけてくぜ、キャップギオガドロ幼稚園児じゃねえよ、スキル増したら超危険児。わかるだろバッチリと、お前のライブマジでクソダサかって。そのスキルで俺と互角に渡るなんて無理だ。もがクリスミスの歌うち回る、お役に立たず死んでワック公衆賞様。出直してこいよ再度呼吸法から。参りまーす。 OK、 先行シャルル高校萌え木で行います。レディーファイ。えいよわさわさまいめん、豚麺だ間違えたっていうかお前の価値。へいよ今なら76円かわからないがそうだ、前は50円だったのになんか最近天狗になったんじゃねえか。円高わからないがいつだって減ったら関係ない、お前なんかそんな現実だわ。 What's up my man、 ここ全国まで見て人の見た目で判断するやつはマジがっかりだから言えなさい。私のスキル見せてやるだけだから、ここに来たでシャルル、お前の好きにどんなもんな、中身でちゃんと証明しとけ。乗れない完全にブーメラン、お前がごちゃごちゃなんか言うてら、お前がむさ苦しいラップしてる、こいつ倒すのむしゃぶるい。してるぜ俺がジジだ、マイクテスト程度ですよ。お前なんて相手じゃねえと、とっとロッカルマを出しな、とくどきなよベイス。言葉のブーメラン使っていいのは KW 社員だけ。こいつマジいわゆる結果出せラッパー、よ俺よりこいつの方が先にワッパー。俺のラップはアッパー飛んでるかマイメン。あは終了。ファイ。スティルアライブ突っ込んでいくしかない、どうせならばハイになってない。その眼光見つめられてちょっと怖い、でもステージと立つ光を探す。相手はピンポン神戸のビーなら俺なりちょっと速いスピードでビー、たまに出す感情エモーション炸裂腹、この後何が待つかな。イニシャル P 意味あるし、俺はマイカフォン持てば生きがるし、わかるこのシーン、こいつはラップじゃ一気にシーンなってしまうぜこのイン。こいつをマイクフォンで殺し、ニコどっち違うよラグラン、こいつが絶対ない客な。聞き取りやすいだけ、中身ない俺ここに引っ掛け、音の上 DJ が即並べ、やらだけじゃねえ誰音を流せ、止まっちゃらダメそれだけ、あとその後のインはなんだっけ。ただ聞き取りやすいその後がね、中身ぐちゃぐちゃだそれつまらねえ。確かに俺中身がねえけど超えてやるこいつの高い壁、かなりだせ、騒ぎだせ、こいつじゃ残念悲しいだけ。言葉で Hey 性顔念俺たち P 言葉でやってるぜ、こいつは残念こいつここで終了は終了。3判定いけるんすかねこれね。いきますよ、先攻ポニー、後攻ピンポン。けどもう俺は延長濃厚かなと思ってるんですけど、もう一回見てください。もう一回見て、あやっぱこっちだったのかっていうのもあるかもしれないんで、いきます。先攻ポニー、後攻ピンポン。ね、いいでしょう、延長お願いします。じゃあ先攻後攻マイク置いて入れ替わってください。はい、ビートも変わります。さあじゃあマイク持ってまいりましょう。先行は
ピーポン高校プリーで行います、うん、レディーファイト、うん。Yeah. とりあえず1回戦しらみつぶし適当につぶしていく MC、 いちいち名前覚える気もねえ、まずやるフリースタイルじゃなく、またこの場ぶつけていくこのセーブ IC、 握った同士魂のぶつかり合いがしたい、まだまだこの試合どんどんもろやく1回戦から雑魚が足んなんてマジでつまらねえ、こんなんだったっけ戦後 DVD で見た頃はこんな雑魚 MC 全然いなかった、予選でこんなもんかよ、初戦こんな雑魚相手俺がぶち抜く未経、雑魚だって早く消えない、ナイキが泣いてるぜマザファッカー、僕が泣いてる関係ない、まだ安定ないこの人生、マジフィズな生活感脱出するため、まだ暇の時間すら俺は沈黙をしてる、まだ時間ない、暗闇の中ひたすら進み出す MIC 逃げる、まだ切り裂く、お前の心何が宿る、ヒップホップは本当にあるか、パッてる目見て全然俺は気持ちが上がらねえ、俺はルースにスムースにまた決めてきたけさ、こいつに力出すなんてマジでもったいない、何やってんの、声も聞こえないし内容よくわからない、テンパって頭ちゃんと冷やしておいて、ステージは簡単に上がるもんじゃねえ、終了レディーファイト。今日芸人やってるらしいね、横浜の MC バトル一回見たことある、ていうか芸人として全然知らねえ、本曲も出せてこっちに来やがれ、おい、まあ、知名度もないのに脇道してどういうこと、俺たちは本気でやってんだよね、脇道でなんとかなるもんじゃねえ、芸人とで初めまして MC ご存知知らなくてもしょうがないな、でもお邪魔しますヒップホップパターン、でもお前倒す今日言葉だけやって、赤い帽子に合ってるように見えるがお前だって先生じゃない、白いシャツだもんだもんだぜ、ズボンはピチピチだぜ、ヘラヘルかかってこいや、そこにゲットさ、ギャスモンの程度ペーパーのしゃがるプレイヤー、そういうとこなのゲットフラッシュ、システム上がるねけどマーミーティーヨットチブラみたいな感じにここで気づかす、下の方から上がっていく俺がチームは分かってならついてきた会場、先輩なら言葉につまらないで、お前全然つまらないな、悪いが俺は知ってるぜ自分、でもチブラより知ってるのはシブラ、大丈夫だバカ殿様みたい、盛り上がってるぜここで飛ぶぜ王者、はいはい上位一回戦お疲れ様さよなら、お前もバイバイだ、終了。それでは1回戦最後の試合判定入りたいと思います、先攻トゥーマ、高校ご存知、勝者ご存知、トゥーマに大きな拍手を。